中日、石森大誠、25、即戦力と期待されて2年間1軍登板なし、やるせないですよ。来年解雇されるかもな。今年首でも文句言えんレベル。中日スカウトって控えめに言ってもクソだな。限度来期やろな。投球回より支給が多いとかプロじゃねえだろう。こいつのせいでコンボ日の国サラマンダースの選手の評価下がるんやろなって。立浪ドラフトが一番マシスカウトに任せるととんでもないのを取ってくる。やるせないのはお前の成績だよ。言うてフェニックスリーグで防御率1点台なんよな。来年の石森が一軍固定されて50試合 3.90 とかでボロクソ叩かれてるの見えるわ。またよしが独立の評価を上げて石森が独立の評価を下げるバランス取れてる。この年こいつだけ期待されてなかったか。2軍壊滅してるの獲得した投手が石森1人だけって年があるのもでかいな。カタログ詐欺2センチにドラファンがやるせないわ。ひでえ成績今年首でもいいぐらいだろ。こいつ支給ばっか言われるけど強盗も多いんよな。独立リーグで引退してセカンドキャリアよりプロ野球で引退してセカンドキャリアの方がはるかにいいキャリア選べるやろし、中日入れてよかったよな。ご視聴ありがとうございました。